池尻若子は RKB 毎日放送のアナウンサー。福岡県北九州市出身。福岡市在住。実家は米国店を営んでいる。明治学園高等学校を経て立教大学卒業。高校、大学とテレビ、東京報道キャスターの塩田真由美の一期下であった。1999年に RKB 毎日放送に入社。 当時の若手女子アナ4人によるオリジナルユニットピーチーズのメンバーとしても活躍。独身時代は深夜の番宣番組がきっかけでジリーの愛称がついた。2004年に結婚。2007年1月にジョィを出産。2008年から職場に復帰。復帰前の2007年11月14日放送の共感テレビニュースコーナーで久しぶりに カメラの前に姿を見せた。同番組で放送開始から共演し、前日の13日に休止した稲尾和久の通夜に出席した際のインタビューでの出演となった。以降、共感テレビニュースコーナーにて地元福岡の顔の一人として活躍し、2018年3月末で番組を卒業した。2018年4月からは引き続き共感ニュースのキャスターを担当。 2020年9月からは、ただいま、の MC を担当。ありがとうございます。